タクルン長崎チャンネルですね、ご視聴いただいている皆様方々お元気でしょうか、登録者4000名の方々見ていらっしゃるでしょうか。元気です皆さん。はい、あの助手席にドラえもんくんもね、いるんですけども、さあ急遽ねちょっとあの動画撮影をさせていただいております。日にちが7月24日ちょうど13時、今日のねこの時間帯、実はあの昼の定期ライブ配信の、時だったんですけども、ちょっとね動画をアップさせていただきます。さあ4000名、ねすごい数達成させていただいてるんですけども、どんどん視聴者さんが増えまして、やっぱりねあの人間っていうのは本当あの一人一人ね個性があって、いい面もあれば悪い面もあるんだなぁと、つくつく、今ね、考えさせていただいてる時間をいただいております。ごてごてな日本語なんですけども、さあこの動画なんですけども、はい、実はですねこのタクルン長崎チャンネル、最近はねずっと、登録者数1000名達成してから生配信ライブ配信、はい、長崎の今の長崎のね風景を皆さんにダイレクトにお届けして、そういうまあ、動画配信といいますかさせていただいておるんですけども、うん、そこで、はい、4000名のねチャンネル登録者の方々が楽しく、そしてワクワク、そしてもう毎日のようにね、毎日のようにこのタクルンチャンネルのライブ配信動画を見たいなっていう気持ちにさせるためにルールを作りました。はい、ルールです、規則です、決まりです。はい、ということをねちょっと発表させていただきます。いやごめんなさい、ちょっとカミカミなんですけどね、発表させていただきます。まず一つです。生配信中に視聴者さん同士の会話的なメール、チャット、これは禁止します。禁止にいたします。うん。で、どうしてもね、リスナーさん同士で話をしたいということでありましたらば、皆さんが SNS でね、例えばインスタとかツイッターとかそういったね SNS に、アカウントっていうアカウントかなを作って、でそれをまあリスナーさん同士でやり取りをしてください。はい、でそのやり取りのツールがわからないというんでありましたらば、このね、生配信の終わりまして、生配信が終わりましてアーカイブとかそういったところのコメントに URL を貼り付けてください。いいでしょうか。そこまでは私もね、はい、認めますんで。ただし、この生配信の画面上には、会話的なことね、リスナーさん同士の会話的なこと、文言は禁止にいたします。いいでしょうか。はい。それと、あともう一つはですね、ぜひ、これはお願いしたいんですけども、視聴者さん同士のね、抽象的な、コメントは絶対にしないでください、ね、これはね今までなかったんですけども、今までないですよ本当にね、その大したというとあれですけども、うん、これから先のことを考えてです。これから先4000名が5000名6000名7000名となるかもしれませんね、視聴者さんがある視聴者さんへ向けての攻撃的なコメントとかね、傷つけるコメント絶対にしないでください。じゃあこの2つをね、一応ルールの、まあ、大黒柱というか大黒柱じゃないね、まあ、主なルールということで決めさせていただきます。では復唱いたします。視聴者さん同士の会話的なコメントは生配信中にはしないでください。そして視聴者さん同士って言いますか、ごめんなさい、視聴者さんへ抽象的、攻撃するようなね、または、なんていうの、まあ、いじめるようなね、
そういったコメントは絶対に書かないでください。この2つでいきます。3つ4つ5つってね、決めたら私もちょっとこんがらってしまいますんで、よろしくお願いいたします。いいでしょうか。でこの2つを守れなかった場合ね、私配信者から見てちょっとこれ意図的に守ってないぞと判断いたしましたらば、こちらの方でできるかどうか分かりませんけども、チャンネル登録を解除させていただきます。またはこのルールが不服と思うんでありましたらば、チャンネル登録を解除してください。これ強く言います。まあそういうことです。結論から言います。やっぱりね、みんながね、やっぱり十人十色の性格とかやっぱり考え方とかね持っていらっしゃいますんでね、一部の方とか、そういった方々の行動によってね、嫌な思いをね、たくさんの方にさせたくないっていうのがね、やっぱ結論と出ました。そして、私この、配信者でありますけども、タクルンチャンネル、ね、こちらの方は私はボンボン皆さんのことをいじります。私はそういう性格です。いじっていきます。なんやこいつと思うかもしれません、ね、なんやこのチャンネルってね、面白もなかって思うかもしれません、ね、そういった場合はね、どうぞチャンネル登録解除してください。私は私なりのこのスタンススタイルで、このタクルンチャンネルをね、どん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 、盛り上げていこうと思います。そしてもちろん、まあ、陰ではというとあれですけどもね、一人でも多くの方がこうやってタクルンチャンネル見ていただいてますんで、リスナーさんのリクエストとかそういったのをね、一つでも多くお答えして、懐かしいその風景とかリスナーさんにとって懐かしい場所、そういったところも動画撮影したりとかして、本当タクルンチャンネルの基本中の基本ですけども、歩いて汗水垂らして動画を撮影してアップするというのもね、水面下ではやっていきますんで、そういう努力も惜しまずに、今後もやっていきます。はい、それでは、はい、最後ですけども、7月26日水曜日お昼12時から、タクシーうんちゃんの長崎版生配信再開いたしますんで、はい、ぜひ皆さんまたお会いいたしましょう。では、バイバイ。